こんにちは、カオルンです。本日はファーウェイさんからね、今ね飽和しつつあるイヤホン業界にね、こうね一石を投じてくれるね、新しい風をね起こしてくれたイヤホンがね登場しましたので、こちらを紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン、ファーウェイさんのフリーバッツ5でございます。イエイ。なんとこちら新感覚の曲線だけでねできたイヤホンということで、めちゃめちゃ面白いですよね。あとはね、今回耳がね開いているインナーイヤー型のねイヤホンになっているんですけれども、なんとねノイキャンも入ってるんですよ。ノイキャンね、一体どんな性能なのか後でね一緒に見ていきましょう。いやーね、今回ねこう面白いねイヤホンを作ってくれただけっていうねところでね、もうね賞賛に値するかなと僕はね思うんですけれども、まあせっかくならね出したものがねとてもねいい製品だったらね、皆さんもね僕も嬉しいので、一体ねどういう感じなのか一緒に見ていきましょう。ということで、まずは基本スペックから見ていきましょう。はい、基本スペック見ていきましょう。今回の値段は 21,800 円税込みとなっております。オープンイヤー型の耳が開いているねイヤホンとなっておりまして、曲線だけでできたねイヤホンとなっています。色の方は2種類、セラミックホワイトとシルバーフロストとなっております。僕的にはね圧倒的にシルバーの方がいいかなといった感じですね。音の方はインナーイヤー型というところでね、ちょっと迫力のある低音に欠けてしまうんですけれども、それを補うためにデュアルマグネットリングといって、こうね2つのねこうラインを使って低音をね伝えることができるね機能が搭載されております。コーデックの方は SBC、AAC、あとはね LDAC にも対応しています。ノイキャンにも対応、いろんなね場所に応じてねノイキャンの強さをね調整してくれる機能も入っています。通話の方はですねトリプルマイクと、あとはファーウェイさん独自の AI ディープニューラルネットワークを使って自分の声だけをね強調して相手に伝えて、周りの周囲音はね低減してくれるね機能が入っています。これね後で見ていきましょう。あとはねこれも嬉しい、マルチポイントにも対応しています。連続再生時間はノイキャンを使っている状態で本体が 3.5 時間、ケース込みで20時間となっています。充電ケーブルはタイプ C を採用、5分充電するだけでなんと2時間使うことができます。あとはねこれも嬉しい、アプリにも対応していますから、これもね後で見ていきましょうね。はい、ズームして一緒に見ていきましょう。まずケースですね。ケースの方はですね卵の形をしたデザインとなっております。可愛いですね。周りの方もこんな感じとなっています。はい、取り出すとイヤホンのデザインこんな感じですね。イヤホンの方はですね曲線だけでできているというところで、水滴をねイメージしたデザインとなっているみたいです。結構ねかっこいいですよね。かっこいいとねテンションが上がります。あとはね色はねホワイトとこのシルバーがありますけれども、圧倒的にねシルバーがいいかなといった感じでございます。指紋の方はですねイヤホン本体もケースもね結構つきやすいかなといったね材質になっております。特にねイヤホンの方はテカテカしてるね感じなので、かなりねこう目立つような感じですね。イヤホンとねケースのマグネットかなりねしっかりしておりますよ。こうやってねケースがっちり締まりますし、あとはねイヤホンの方もですねかなりケースにねがっちりとはまるようになってます。でね取り出すときはねここのねくびれの部分がね取っ手みたいになってるので、そこをね掴んでもらえれば普通にね簡単に取ることができます。手に乗せるとねこんな感じ、めちゃめちゃねちっちゃいですよね。そしてね重さの方もですね、ケースはちょっと重いんですけれども、イヤホンの方はですね 5.4g というところで、だいたいぶどう一粒分ぐらいなので、めちゃめちゃ軽いです。はい、装着するとこんな感じになっております。本当にねつけるの簡単で、こうねスッと耳にかけるだけといった感じでございます。インナーイヤーというところで、まあ、ながら劇イヤホンと比べたらね、ちょっとはね、締め付け感ありますけど、まあ、だいぶね、開放感がありますよ。最近はね、僕、ながら劇イヤホンね、結構使いすぎちゃって、こうね、しっかりはめるタイプのカナルイヤホン、こっちがね、だんだんちょっと使いにくくなってきちゃってますね。やっぱね、耳開いてるとね、開放感あるし、あとはね、ご飯食べててもね、こうね、咀嚼音がね、聞こえづらいっていうところもね、こう何か動画を見ながらね、食べるといった時にね、全く違和感がなくて大好きです。でね、今回曲線だけ使われているというところで、肝心なね、装着感なんですけれども、結構ね、だいぶ使ってきて良くなってきたかなといった印象でした。
最初はね、ちょっと不思議な感じがあったんですよね。耳の方はね、開放感があっていいんですけれども、このね、垂れてる雫の部分がですね、まあ曲線なので痛くはないんですけれども、こうね、ずっと当たってるので、ちょっとね、違和感があるといった感じでした。でもね、2週間ぐらい使ってるとね、全く違和感なくなってきて、もうね、全体的にね、開放感があるといった感じなので、皆さんもね、ぜひね、チェックしてね、ゲットしてみたらね、ちょっとね、長く使ってみてください。慣れると思います。じゃあね、肝心のね、音ですね、言っていきましょう。結論から言いますと、インナーイヤー型でね、ここまで出せるのね、相当ね、すごいんじゃないでしょうか。あのね、カナル型にね、だいぶ近いですよ。やっぱりね、インナーイヤーっていうね、今回のようなね、開放感のあるイヤホンはですね、こうね、抜けがね、発生してしまうので、低い音がね、聞きづらかったりとか、全体的にね、臨場感がね、足りないんですけれども、今回のフリーバッツ5はですね、独自のね、デュアルマグネットリングも入ってますし、だいぶね、どっちかといえばね、低音強めのね、音で、臨場感もね、しっかりね、全域にわたってね、感じられる、そういったね、音質でした。音漏れの方もですね、カナル型と同じぐらいといった感じでね、ほとんどね、聞こえないので、電車で使ってもらっても大丈夫です。逆にね、ANC の方、ノイキャンの方はですね、和らげる程度かなといった感じでございました。完全には消えないですね。低音の方がね、結構ね、消されてて、高音の方はね、ちょっと残ってるかなといった感じでした。いろんなね、場所で試してみたんですけれども、まあ、電車とかね、食堂っていうね、結構ね、ガタンゴトンっていうね、機械の音とか、人がね、いるところだとね、ちょっとね、聞こえちゃうかなといった感じでした。ただね、街中のね、ちょっとね、人はいるけどね、ざわざわちょっとしてるぐらいだったらね、かなりいい感じですし、あとはね、家の中とかね、外走ってる時の、このね、静けさの中にあるね、こうね、ノイズとかエアコンの音っていうのはね、完全に消してくれるっていった感じでね、めちゃめちゃ良かったです。まあ、インナーイヤー型っていうところでね、耳が開いてるので、このぐらいでね、いいんじゃないでしょうか。ただね、僕がね、一個気になったのは、こうね、ノイキャンをね、使ってる時にね、こうね、耳からね、ちょっとね、外したつもりはないのに、動いててね、ずれてしまった時に、こうね、ノイキャンがね、解除されてるようなね、そういった機能になってました。そこら辺ね、感知せずにね、しっかりね、最初からノイキャンが効いてる状態をね、維持してくれてればね、あんまりね、気にならなかったんですけれども、なんかね、着脱センサーがね、働いちゃってるので、ちょっとここら辺ね、アップデートで直してほしいですね。ちなみにね、アプリの方からね、着脱センサーをね、オフできる機能はね、あるんですけれども、これをね、オフしててもノイキャンはね、なんかね、臨機応変にね、聞いたり聞かなかったりしちゃいますね。ボタン操作の方はですね、2回押してね、音楽の再生停止っていうのでね、1回押したとね、間違って押してしまうっていうところもね、対策されてますし、あとはね、スライドでね、こうね、音量を上げ下げできるっていうところもね、こうね、直感的で使いやすかったです。はい、アプリの方一緒に見ていきましょう。今ね、画面映ってると思いますけれども、まずね、音質を変えることができます。サウンド効果を選ぶと、もともとね、デフォルトで設定されてます音と、あとはね、用意されてます EQ、低音、高音、あとはね、音声があります。僕的にはね、やっぱり音声が好きかな、歌物を聞くから、結構ね、音声にするとだいぶね、音質が良くなりました。でですね、オリジナルの EQ も作ることができます。今ね、僕1個作ってみてるんですけれども、こういう感じでね、周波数ね、10段階にね、いろんなところのポイントでね、調整できますし、あとはね、それぞれの周波数の音量っていうのも、0から6、0からマイナス6のね、13段階でね、移動できるので、めちゃめちゃね、いい感じですよ。あとは HD 通話といってね、自分の声をね、より鮮明にね、伝える通話っていうのがね、できるらしいんですけれども、これね、後で見ていきましょう。あとはね、ジェスチャーって言ってね、キー操作の割り当てですね。これね、ちょっと使いにくかった。こうね、何かを変えようとね、見ていくとね、今あるデフォルトのね、割り当てか、それをね、無効にするなししかないんですよね。こういう感じでないんですけれども、まあ変えるとしたらね、このダブルタップの再生停止、これね、今僕変えちゃってますけど、ここだけはね、いろいろカスタマイズができますので、まあこれをね、ちょっといじるぐらいかなといった感じでございます。マイクテスト、今ですね、ファーウェイのフリーバッツ5で話しておりますよ。あいうえお、かきくけこ、さしすせそ。今は周囲音がありません。マイクテスト、聞こえていますでしょうか？
マイクテスト、マイクテスト、今度はですね、周囲音ありでね、話しておりますよ。マイクテスト、マイクテスト。今はですね、電車の改札のところですね、そこをね、シミュレーションしてお話ししております。模擬的に作ってお話ししております。どうでしょうかね、周りの音結構カットされていますかね。あとは僕の声よく聞こえていますでしょうか。はい、通話の方を見ていってもらいました。いかがだったでしょうか。周囲音の方はですね、こうね、いきなりうるさくなるとね、最初はね、ちょっとうるさいままですけど、それにね、検知してくれてね、一気にね、静かにしてくれてましたね。ただそれに伴って、周囲音をね、カットする代わりに、一緒にね、自分の声もね、カットしようとしちゃってるのかなっていった感じで、こうね、曖昧なゴニョ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 っていったね、感じのね、音が聞こえました。まあね、通話できないね、音かって言われたらそうではないんですけれども、まあ会話はできると思うんですけれども、まあここら辺がね、もうちょっと良かったらいいかなっていった感じでございました。はい、まとめていきたいと思います。今回はですね、ファーウェイさんのフリーバッツ5をね、紹介していきました。装着感の方はですね、曲線だけというところでね、めちゃめちゃ良かったですね。最初ね、ちょっと違和感もあったんですけれども、使っていったらね、全く問題なかったので、僕ね、これしばらく愛用しようと思います。でね、音の方もですね、しっかりね、低音の方、あとはね、全体的に臨場感も出ていたので、こちらね、カナル型とね、使っていてね、相違ないかと思いますので、全然ね、カナル型からね、移行してもらってもね、十分な音をね、楽しめるかなと思います。でね、このイヤホンはですね、カナル型がね、苦手、オープンイヤーがいいんだっていう方にとってね、間違いないですし、あとはね、ながら聞きって言ってね、もっとね、耳が空いてる状態のイヤホンとね、まあ普段電車とかね、こう密閉したいっていうね、ところで使いたいイヤホンをね、こうね、1個でね、使うことができるっていうね、こうメリットもありますので、ぜひね、皆さんチェックしてみてくださいね。今回のファーウェイさんのフリーバッツ5、もっとね、詳しい製品情報を下のね、概要欄にね、貼っておきますので、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、今回もカオルの動画ご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人をね、目指してコツコツ頑張っております。そしてね、もうすぐ500人いくかなというところまで来ましたので、ぜひね、皆さんね、引き続き応援お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。